こんにちは。体現書道会の紫万慶です。第29回体現書道会展入賞の皆様、おめでとうございます。簡単ではございますが、審査の公表をさせていただきます。今回はコロナ禍の影響もあり、一般部におきましては出品数が少し減少したことは残念ではありますが、中学・高校部は出品増、学童部はほぼ前回と同様の出品数となり、大変嬉しく思っております。一般・中学・高校部の作品は本会の師範22名が審査にあたりました。何度も作品を見、その都度挙手により点数をつけ、点数の高い作品を選んでいきました。最終の大阪府知事賞を決定するまでには8回余りの回数を重ねたことになります。一般部の作品は漢字、近代史文書、かな、大字書等々デパートに富んだ作品が出品されています。中学・高校部の作品は古典の臨書作品が多く出品されましたが、近代史文書作品も良いものがありました。力強い若さあふれる作品が多かったように思いました。学童部は本会教師10名、理事長・副理事長3名の合計13名で審査に当たりました。一般部と同様の方法で挙手により審査をしました。初熟でよく練習された元気の良い丁寧な作品が多かったように思います。安井規定部および半紙規定部は字形のしっかりとした練習の成果がうかがえる作品が、半紙創作部は一字書の大胆な作、淡墨の美しい作、子供らしい意外性の感じられる作品等が並びました。簡単ではございますが、これにて公表とさせていただきます。